どうも小説家です、お願いします。小説家さん、どうも小説家です、お願いします。芸人さんの方だと、あ、全然面白いこととか一つも言えないんで、小説家です、お願いします。小説家、芸人が服でやってる、あ、もう服です、副業の方、小説をメインにたまに面白いことも言える、そう、面白小説家です。うわ、ハードル下げてる。いや、そうなの、私ですね、今年結構小説書きまして、世に出ている今読める小説が7ある。俺はそんなんだ、うん、短編ですけど全部多いね、7ありますんで、ちょっと紹介していこうかなと思って、ああ意外と読まれてないなという気もしてしまうので。なるほど。そうで、これはもうすごくやらしい話ですけども、うん、小説のお仕事をください、普通に。あ、なるほど。来年も書き続けたいんで、最初に書いたやつから順に説明していきます、うん、はい、まず一番最初に書いたのがアクアリウムですね。これはですね、角川さんの小説投稿サイト書く読むの方で無料で読めます、テーマ激暗、人の生き死にみたいな話、はいはいはい、じゃあ5段階評価で言うと、うん、読みやすさはね、2ぐらい。あ、そう、2っていうのは重いからってことなのかな。もあるし、最近もう一回自分で読み直したんですけど、うん、やっぱちょっとね、下手。あ、まだ慣れてないっていうのもあると思うんですけど、一作目ということで、うん、リズムが良くない、読んでて。あ、そう。から普通に読みづらいは読みづらいんですが、うん、分量は2万字ぐらいなんで、うん、まあ1時間あれば読み終わるぐらいの分量となっております、はいはい、うん、で、テーマの明るさ、本当だから、1、あ、激暗。なんか生物部に所属してる男の子がめっちゃ見下してるね、同級生がいるんですけど、2人で生物部やってて、その子と一緒にこう釣り行ったら、うん、そのさばいたね、うん、魚の腹わたの中から人の指が出てくるという、うん、そういう話です。おー、激クラです。ちょっとするもんね、それだけで聞いても。う、うん、で、これに関してもう一発目だったんで、うん、小説を書くことにまだ俺が酔っている時期なんかちょっとなんか鼻につくところもしばしば、あ、しばしばある、自分で読んでるとね。一発目っていう見方でも楽しめるかもしれない。そうね、うん、今後小説を書こうとか思ってる人も、一発目ってどんな感じなんだろうって思ったら読んでくださいガチの小説家の一発目って意外とちゃんとしてるんですけど、俺別にその小説家でも何でもない状態から一発目を書いたんで、うん、なんか、ああ、まあまあこうだよねっていう安心材料にもなると思います。でね、2個目がね、角川さんの電子書籍の文芸誌、野生時代というところで読めます。イエーという、イエーね。これはね、読みやすさで言うとまあ3ぐらい。おお、アクアリウムよりは、アクアリウムよりは読みやすいと思う。で、分量はまあ2万字なんで、で、テーマの明るさは2ぐらい。ああ、暗め、うん、暗め、中学生の男の子、うん、で、ちょっとやんちゃなグループになんとなく属してるんだが、夏休み前にいじめてる女の子の、うん、お前じゃあ家作る担当なって言われて、うん、夏休み中に家作んなきゃいけないみたいな、うん、家、まああるもんね、よくいじめでね。そう、あ、その女の子はもうとにかく貧乏で、うん、お家ボロボロなんですけど、その主人公の男の子も別に団地では暮らしている、うん、そんなに裕福な自覚もない、うん、なんで俺はいじめられずにあいつだけいじめられてんだろうみたいな話です。怖い、暗いですね。暗いです。私、裏話で言いますと、うん、その家作るってどうやったら作れるんだろうつって、中学生がいじめで作るぐらいの家だから、うん、どうやったら作れるんだろうと思って、うん、東急ハンズさんに私行きまして、店員さんにもし東急ハンズに売ってるやつで、うん、家を工作するとしたら、おお、何を買えばいいですかってその店員さんに聞いて、うん、で、すごい変な空気になったという。いじめこの方ですか、いじめこの方ですかっていう実地調査にも乗り出した作品ですで、これ、あの、私の友達にね、うん、小池という男がいて、うん、ちょこちょこ一緒に仕事してるんですけど、はいはいはい、そいつが、あの、めちゃくちゃかっこよくて、ライプも知ってるけど、うん、かっこいいよ、コミュ力があって、うん、社会人としてもちゃんとしてて、うん、で、慶応に行ったという、そうだよね、すごい男なんだけど、うん、あいつが団地暮らしなのよ実家がね、好きだね、その、うん、そいつにすごい話を聞いて、あ、団地どんな感じっていう、はいはいはい、話をすごく聞いたりとかして、
そう書きました。いろんな人の協力を経て途中でなんかね花の下りが出てくるんですけど、はい、そこが俺すっごいお気に入り。おお、よく書けた。よく書けた。よく思いついたこんなこと。ああ、そういう感じなんだ。文章だけじゃなくなる。文章もそう頑張ったけど。いや、思いついたって感じなんだ。よくこういうこと思いついた俺。よしっていう。次はまた野生時代で、うん、テトロドトキシンというやつです。ああ、はい。これはですね、読みやすさで言うと、うん、そこまで暗くない。むしろちょっと面白くなれと思って書いた、うん、から4ぐらい。なるほど、キャッチーなんでしょうね、うん、テーマの明るさで言うと3ぐらいかな。3か4ぐらい、ちょっとだけ明るい。ちょっと明るいなんかその私昔本で読んだんですけど、うん、今人類の寿命が長いのはなぜかっていうと、うん、歯の治療をちゃんとしてるからだと。へえ。昔の人ってのは歯の治療しないから、うん、虫歯から出た毒素みたいなのが、うん、もう直でこう人体に入ってくると。おうおう、その毒素のせいで寿命短いんだぞっていう話を私なんか聞いたんですよ。あんまり人生に希望が持ててないようなちょっと若いかっこいい感じのやりちんの主人公がちょっと死にてえなと思って、あえて歯の治療しないですよっていう、早く死にたいんでっていう男の子が歯の治療に行こうって思うまでの話です。タイトルのテトロドトキシンっていうのは、そのテトロドトキシンってのはフグの毒なんですよ。関係してくるのかしらなんつってっていう話ですね。なるほどね。恋愛の話もね、今年何個か書いて、はいはい、セックスシーンをどれぐらい書けばいいのかっていう問題があって、うん、結局私まだ一回もセックスシーンを書いてはないんですが、セックスシーンを書く前に、うん、ちょっと一回セックスしたいなって、その一回その自分で体験して、うん、そっからの方がうまく書けんじゃねえかっつって、うん、その時期だからすごい連絡した人もいますすいませんでした。あの時は本当すいませんでした。すごい誘ってくんな、ああ夏頃って思ったでしょお前に言ってる。ああ、それこういうことだったんですね。ことの取材だ、取材でした。では次がね、うん、これも野生時代ですな、うん、虚栄心の鎧というタイトルで、うん、これタイトル気に入ってないんですよね、うんうん、思い浮かばなくて、割となんか締め切りギリギリにまだタイトルが出てないってその担当の人に言われて、うん、あ気に入るのがないっていう中でパッて言ったやつがそのタイトルになったって言った。タイトル気に入ってないです。読みやすさで言うとまあ暗い話ではないんで4とか、お割と読みやすいと、うん、明るさで言うと4ぐらいじゃないかな。あ、なんか一番明るいじゃん。人との生き死にとかあんま出てこないし、これは大学准教授38ぐらいのおっさんが、うん、一回り下の25ぐらいの女の子と付き合ってて、でその女の子が大学職員として働いてたんだけど、女の子がなんかこう心身のバランスを崩して働けなくなっちゃって、うん、学生時代バーでバイトしたから、うん、バーで働きたいっつって、うん、夜とかだから帰ってこないわけ、うん、でそれで大学の准教授がめっちゃ嫉妬しちゃうって話。うん、イケてる男ほどさ、うん、結婚すると娘のさ家に帰る門限をさ、うん、ちゃんと設定しがちっていう、その あるじゃない、はいはいはい、なんかちょそっからのイメージです。これがね野生時代最後のね焼け石っていう、焼け石、これまだこれを撮ってる段階ではまだね出てないですね。お読みやすさで言うと5。あれ一番読みやすいと思う。私が初めて女性の主人公を書いたんですね。はあ、なるほど。女性目線の話、全然暗くないし、今年一番最後に書いたから、うん、多分その文章的にも一番読みやすくなってるはず。ああ、確かに上達してるね。そう、上達してるはずっていう希望も込めて5。はいはいはい。でテーマの明るさも、まあ5ぐらいなんじゃない？明るいよ。これ俺いつもサウナ行くと思うんだけどさ、意外と男風呂ってさ、うん、女性の清掃の方入ってくんじゃん。ああ、そうね。そういう仕事をしてる大学生のスーパー銭湯のバイトの女の子のお話。なるほど。女の子的には別にそんなに嫌じゃないと思ってるんだけど、うん、どんどん嫌な気持ちに気づいていくよみたいな話、うん、裏テーマとして女の子って結局優しくしといてくれる男に行っちゃうよっていう、うん、ああそうなんだ、そういうテーマなんだ。俺の中では不器用でも優しくしてくれる男の方が、うん、女の子はやっぱ好きなんじゃない、そうであれ
ていう、かっこよくて仕事ができるね、うん、彼氏と付き合ってるんですよ、はいはいはい、その女の子は、うん、だけどそのバイト先で男風呂の掃除になったことをすごく気遣ってくれる不器用な男の子がいて、うん、で結果その不器用な男の子の方が女の子のことをすごく構ってあげる、優しく接してあげるという点でそっちの方が好きなんじゃないか、好きになってくれっていう話。なるほど。で世の女子、優しい男子を好きであれという気持ちを込めて書きました。願望も込めて書きました。ここら辺が角川さんと一緒に書いたやつ。ありがとうございました角川さん。あと他に2個書いてるんですけど、うん、1個はクイックジャパンで連載をやってる開口というやつで、それは小説内に西田が出てくるっていう、お笑いファンの男の子が主人公で、まあもともとお笑いファンじゃなかったんだけど好きな女の子ができて、その子がすごいお笑い好きだから一緒に見てたらハマっちゃって、その男の子は西田、ラランドの西田がめっちゃ好きっつってっていう話です。はずい、だから書いてる時男の子の視点で書いてるから、うん、西田はサーヤより仕事がないみたいなことも自分でこう書いたりぶっ壊れる精神が自分を客観視して文章にするって、そう、2ヶ月に1回ぐらいかな、うん、QJ で出てますんで。でラスト、講談社の小説現代さんで書いた、うん、アブノーマルっていう、はいはい、これがね、暗いです。あ、これ暗い。発達障害というワードが結構出てきたりするんで、なるほど。これは、芸人の話で、うん、小説現代さんの特集でも芸人さんがいっぱい出る回を作りますみたいなので、うん、その中で小説寄稿させていただきまして、書き始めたのがまあ9月とか10月ぐらいだったんですけど、はいはい、そのタイミングで、うん、西田厚生プログラムが上がったじゃないですか、ララチューブとかでね。そうだね。それを受けて、うん、とにかく西田が発達障害だとという DM が死ぬほど来まして、コメント欄でも死ぬほど書いてあって、されました、うん、西田が発達障害かどうかで揉めているコメント欄とか地獄のコメント欄が勝手にな、そう、西田は揉めてないのに、そう、俺は別に何にも言ってないのに、西田発達障害だと思います、なんかちゃんとした検査を受けるべきだと思います、いや、これは発達障害じゃなくて、とか西田がかわいそうっていう人もいれば、その西田のダメさはそういう発達障害とかそういうところじゃなく、その社会人としてのなんか甘さ、うん、社会人としての意識の欠如から来ているので、そういう発達障害とかいう病気でなんかその言い訳をさせることが西田にとっては良くないみたいななんかすごいなんだお前らっていう、西田が別にそうなんか言ったわけじゃないのに、そう、俺がなんか言ったわけじゃないのに大揉め、コメント欄や DM で勝手にね大揉めしてたのよ。うん、覚えてたよ。なんかそれがめちゃくちゃ腹立ってて、あ、いいんですけど別に、うん、好き勝手言うのはいいんですけど、その病名を出すなよと、うん、人のこと、うん、だからそういうの書こうと思って、うん、芸人さんが、発達障害を公表しちゃうっていう話なんですけど、うん、ああ、なるほど。端的に言うとね、はいはいはい、結局これが多分でも書籍になって売られてるから一番その、うん、読みましたっていう声は多くて、ああ、そう、おい、電話かかってきてんぞ、お前。おい、電話かかってきてんぞ、バカてめえ、おい。おい、小説家へのインタビュー中にお前、携帯鳴るか、お前。インタビューじゃねえよ、お前。さっさと閉めろよ、お前は。で、来年も引き続き、本当に、書きたいんです。泣きそうなってる。お願いします、その、出版関係の皆さん。そうね。書くのは割と楽しくて、向いてんなっていう。あ、本当。友達いないし。なんかそういうこと、ね、自意識としてあんまおしゃべりうまくなくて、はいはいはい、トークスキルとかそういう話じゃなく、うん、なんか自分のそのなんか内面を言葉にするのが会話だとあんまうまくなくて、うん、だから小説の方がめっちゃ時間かけてそういうのができるっていう意味では割と向いてるなと思いつつやってますんで、うん、そう、皆さんぜひちょっと偉い方小説書かせてください、よろしくお願いします、読んでください皆さん、そしてよろしくお願いします。小説家でした。